やってきました。麺屋一。はい。こちらのね、ラーメン屋さんね、美味しいと伺ったんでね、やってきました。行ってきまーす。じゃあ、初めてなんで、ちょっとよくわかんないんですけど、はい、おすすめは。ラーメンです。醤油系。塩がおすすめ。あ、そうなんですか。じゃあ塩いきます。はい、塩ラーメンで餃子とチャーハンももらいます。はい、餃子は何にしましょうか。辛くないおすすめで。一応このお店でもさ、辛餃子。はい。でニンニクは使ってるんですけど、はい、無臭ニンニクは使ってるんで。あ、そうなんですか。特に桜っていうのはあんまり意味はないあんまり意味がないじゃあそれいただきます、はい、はい。桜餃子 ね、はい、チャーハンは、はい、どんくらいいけるかな。中ぐらいいきますか。女性でもラーメンプラスチャーハン塩っていうのがよくいるお客さんですね、はい、で、まあ、中にはあの男性の方は中いちゃいますよっていう、はい、中で大丈夫です。はい、以上です。はい、よろしくお願いします。メニューはこちら。まあ、つけ麺食べれないんでね、ラーメンを頼んで、醤油と塩があって、まあ、塩がおすすめだっていうことでね、塩を頼みました。それでね、餃子も4種類あって、餃子は桜餃子がおすすめということで、人気ナンバーワン。桜餃子頼みました。そしてそしてチャーハンね、まあ女性でもねチャーハンショーもねペロッと食べちゃうっていうことなんでチャーハンチューを頼みました。はい、そんな感じね。まあトッピングもねいろいろありますけど今日は特にトッピングはなしで注文しました。お部屋、お部屋はセルフでございます。はい、お部屋いただきます。うん、冷たくてうまい。はい、テーブルセットはこちら。おしぼりとお手元。はい、電源。はい、以上です。はい、ありがとうございます。あのこちらのお店は森の七福神さんと関係あるんですか。姉妹店になる。あ、そうなんですか。はい、ああ完全に姉妹店なんですね。あ、そうですか、わかりました。ありがとうございます。コショウで食べていただくのがおすすめの食べ方です。はい、ありがとうございます。来たよ来たよ。はい、ラーメンからね。もうすごい透き通ったスープですね。塩ラーメンスープから、うんま、うんま。一口口につけた瞬間美味しい。あー、これはうまいわ。はい、ラーメンいただきます。ダブルネギです。あ、うまっ。ここはね、美味しいよって聞いてきたけどね、本当に美味しい。うん、メンマうまいね。うわ、はい、チャーシュー。うん、あ、とろけるチャーシューだね。めちゃくちゃ柔らかい。海苔と麺、うん、いいね。わあ、スープうまっ。はい、味玉いただきます。
うん、うまいね。ラーメン美味しかった。はい、続きまして餃子。餃子ね、まずはそのまま、うん、あ、美味しい。ほんと何でもつけなくても美味しいじゃん。ちょっとだけ塩コショウ、美味しいな。はい、こんばんは。タレ、何もつけなくてもタレつけてもどっちでも美味しいね、これ。今度また何もなしで、うまい。餃子美味しいな。ああ、餃子美味しかった。おかわりしてもいいぐらい。はい、続きましてチャーハンです。中でね、ご飯 200g、 結構量多いね。いただきます。ああ、美味しい。味がしっかりしてるね。これ具が、わかるかな、具がね、たくさん入ってます。焼き豚がね、すごいいっぱい入ってる。いや、美味しい。これこのチャーハン美味しいな。最近食べたチャーハンの中で一番美味しいな。うん、みんな頼んでるからね、人気あるんだね。美味しいもんね。はい、完食。ごちそうさました。閉店30分前だけどね、結構来るね。いや、美味しかった。ラーメンも美味しかったし、チャーハンも美味しかったし、餃子も美味しかった。3点セットでね、食べたけどね、全部美味しかった、本当に。いやー、満足、めちゃくちゃ大満足。こんな美味しいとはね、やっぱ美味しいって紹介されたんでね、来たんですけどね、本当に美味しかったです。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。